ハコフグくん。ハコフグくん。なるほどね。セールスビデオね。なるほど。ということで、今回、ハコフグくんのために、ハコフグくんだけに、YouTube の限定動画をお送りしましょう。今アップロードしてるんで。さらに、えー、この前やった、なんだ、えー、おばあちゃん2020の、セールスビデオ、196万円分の特典のやつの YouTube、 これもセールスビデオお送りしましょう。特典として。はい。まあ、決済したらですけどね。<laughs> 今、一応アップしてるんで。実はですね、これね、あやさんにも言われたんですよね。YouTube で送ってくれませんかつってね。はい。まあ、確かにね、まあ、セールスビデオね。まあ、僕のあの、セールスレターをね、保存してますっていう人もいましたからね。まあ、最近僕、セールスレター、 そんなにセールスガリガリのレターじゃないんで、あれですけどね。まあ、今度ね、セールスレターまた作ろうかなと思うんですけど、またこのホワイトベアの商品終わったらまたシリーズが、新しいシリーズが出るんで、5、6、7がね。で、今回のテーマは、な、何話そうと思ったんだっけ。まあ、セ、セールスマインドですね。セールスマインド。うん、セールスマインド行きましょう。で、これは、あのー、 なんだみんなやっぱそのまあ特に今なんか自粛みたいな話じゃないですか自粛っていうでねあそうそうそうあのー、この前だったかな昨日か一昨日かなんか分かんないですけどるくんが2億ぐらい売ってんですよなんか3日で2億6時間で2億だったかな靴コラボレーションして靴売ってんですけどそれが1万円ぐらいで2万足で2億かでまた黒いやつが 2万足ぐらい売れて1万円ぐらいだ。で、6時間で2億みたいな。この時期に4億ですね。多分まあ伸びてるんで5億ぐらい売ってんじゃないですか。しかも2本の動画ですね。<laughs> 2本の動画で6億ぐらいですね。多分。そう。で、まああの、お金が消えたわけじゃないんですよ、今って。ただ、経済の流れが止まってるだけであって、お金がじゃあ、うん銀行貯金からね、 例えば銀行口座、国民の銀行口座からお金が消えたのか、いきなりなんか通帳見たらゼロになったのかっていうわけじゃないんですよ。お金はあるわけですよ。わかります。ただそれが回ってないというだけなんで、だからこれねあの、今だからこそ僕はセールスをガンガンするべきだと思うんですね。例えば僕がセールスするじゃないですか。で、売り上げ上がりますよね。じゃあその売り上げ分を僕はあの食料とか買いに行くわけですよ。自炊しますけど。 じゃあその食料を買いに行ったら、その食料を豚、豚をね、あの、鹿児島の、この前も買い物してきました動画撮りましたけど、鹿児島の豚めっちゃうまいんですよ。で、その豚肉買うじゃないですか。じゃあ豚を生産してる人に還元できるじゃないですか。かこう回せるわけですよ。だけどこれお金ないと買えないじゃないですか。だから今度僕はあの、モニターとかも買おうと思ってるんですよね。うん。モニターとあと、そうそう、空気清浄機か。ちょ、狙ってるのがあるんですけど、 だから僕最近そのため込むっていうことが、まあ、あの願望としてはありますよ3年間貯金ゼロで3年強化かもっとか、まあ、貯金ずっとゼロでですね <laughs> ずっとお金ぐるぐる回してきたんでなんかそれの免疫が結構ついてきてうーん貯金なくてもなんとか貯金ない方がいいんじゃないかなみたいなうん税金もかかんないし <laughs> 税金利益として残すとあの税金かかりますからねそうだからお金使った方がいいなっていう最近思いましてただ40からは投資やるのでその投資用のお金は必要だなっていうそう次のステージ行くための、えー、軍資金ですよねそれはそれで必要だなとは思うんですけどんそれ以外はいらんかなっていううん だから要は今自粛してますけども今セールスできる人はセールスガンガンして商品売るべきなんですよお金回すべきだしそうでここで多くの人が結構そのまあ今回のコロナ以外でもそうなんですけどお金をこうもらうことに対して本当にねこのブロックがめちゃくちゃあるんですよでこれは実際僕もそうだったんですけどやっぱセールス最初ねセ,セールスなんか僕はあのほとんどしてなかったわけじゃないですか もともとセールス、商品を売るみたいなセールスなんか人生においてやったことがないので、やっぱり違和感はありましたよ。違和感というか、うーん、やろうな。なんかそのブロック的な部分ですよね。だけど、いろいろ勉強して、やっぱ、香田先生ですよね。やっぱ、香川先生のやつで外れたんですけどね。誘導の芸術。営業と。営業とは、自分が良いと思った商品を、えー、相手が断れない、あと、相手が断りきれない状態にして、 え、売ってあげる誘導の芸術だっていうね。この営業とは何ぞやと。我が加賀田明の営業の心をもうぶち込んだので、売ってあげないといけないと。<laughs> そう。でもこれがみんな勉強してないし、えー、勉強はそもそもしてないじゃないですか。そもそも売ってあげるっていう概念はどういうことなのかっていうことをそもそも勉強してないし知らないし。だから、売るっていうことは悪いことなのかな。お金をもらうっていうことは相手の うん銀行口座からお金を奪うことなんだ、悪いことだ、相手のお金を減らすことなんだ、悪いことなんだって思ってるんですよ。いやいやいやと、お金もらってね、じゃそれをね、1円もつかなかったらそれは悪いかもしれないです。それ,がそれは悪いかもしれないです。お客さんからお金もらうじゃないですか。ね。払,う払ってもらうじゃないですか。じゃそのお金を1円も使わなかったら、それは悪いかもしれないです。なぜならば経済回らないんですそれ、みんながそれやったら、全く経済回んないですからね。 マジで回んないですよだから逆にお客さんの要は銀行口座からこっちに移行してこのお金をまたこう拡散していくっていうだから今その光くんとかがやっぱうまかったのがこれをまあ経費計上もしてると思うんですけどももう稼いだらガンガン使うわけですよだからあれって YouTube の広告収入にもなるしもうなんかもうあの錬金 YouTuber 錬金術なんですよね YouTuber 錬金術なんですけど あれはねすごいなと思いましたね。でもあれってめちゃめちゃ経済回してるんで、だからその前なんかラファエルさんだったかな、ラファエルさんも結構金使うみたいなのやってるじゃないですか。かそこに対してその成金がみたいな、なんかそういうアンチコメントが結構あったらしくて、なんかそれに対してなんかラファエルさんがブチ切れてたのかな。なか <laughs> いやでもね、はっきり言って使える人が使わないと、もう経済回んなくないですかって話で。 じゃあ、レクサス買える人がレクサス買わなくなったらトヨタどうなりますって、レクサス潰れるでしょって話じゃないですか。レクサス買える人がしっかりレクサス買う。ベンツ買える人がベンツしっかり買う。フェラーリ買える人がフェラーリ買う。ランボルギーに買える人が買うってやんないと、そこの作ってる会社で働いてる従業員、飯食っていけないんですよ。うん、<laughs> だから、しっかりとお金を稼いでお金を使う、稼いで使う、稼いで使う。これが、 僕たち経済っていうかお金の流れの中で生きてるからしょこれをやらないといけないんですよねうんだからまあそういう視点でも僕は見れるようになりましたこれは勉強してなかったらまずこの視点はないですね、まあ、そもそもお金をお客さんからもらってそれ使わないとこのうなんだ経済の血液が止まるんでうんそうだ例えばその人間でもそうじゃないですか 飯食ってですよ。飯食ってうんことしょんべんしなかったら死にますよ。食だからお金だけ入れるじゃないですか、胃の中におな。お金だけ胃の中に入れるじゃないですか。で、うんことしょんべんしなかったら死にますよ。それと一緒で、もうぐるぐる回すんですよ。で、一番大切なのはお金を稼いで、それを自分の体験とか経験にどんどん変えていく。これが一番一番いいお金の使い方だと僕は思いますね。うん。 自分の体験経験をどんどん増やして自分をアップデートしていくためにお金を使うっていう、うん。みんななんかお金が、お金で守ろうとするんですけど、お金で責めないといけないんですよ。これ結構ないと思いますよ。みんなお金で守ろうとしてるんですけど、お金は使うものでお金は責めるものなんですよね。だからこの概念もないと思います。お金は責めて使えと。そう、責めるっていう。だからその、うーん 攻めが最,最大の防御って言うじゃないですか。何の言葉だったか、攻めは最大の防御ってあると思うんですけど、聞いたことあると思うんですけど、本当にその通りだと思います。光くんが今、あの状態になってるのは、完全お金を責めて使ったからです。 まあ彼もその言ってましたけどね、最初、お金全然なかったけども、もう全部ぶち込んで、企画で全部ぶち込んで、最初全然収益上がってないけど、それでもお金ぶち込んで使って、ああいう見せ方をして、バズらしたっていうね。これはひかるくんが昔なんか言ってましたけどね、テレビ番組かなんかで出演した時そう最初全然稼げなかったけども、その、爆練させるために、軍資金、今のある軍資金全部ぶち込んで、大きい企画してみたいな。そう。攻めたんですよね。 うん、だもう、もう、もう多分ね、だって、正直、今回の成功事例、エビデンスが出たんで、もう間違いなくですよ、まあ、ヒカく君はもともと情報商材を売ってましたけど、もう彼は、情報商材なんかやらなくても、企業とコラボして、だってその靴メーカーさんは、またやってくれってまた絶対あるわけですよ、100%ありますよ、だって、その靴メーカーも異例だと思いますよ、僕、その靴のブランド名、ちょっと分かんないですけど。 あの3日で2億とか6時間で 2, 2億3億とかを売,る売れたっていうのはその会社で多分初めてだと思うんですよ。またやりましょうって絶対オファー来るしじゃあそのエビデンスがあるから他の会社もコラボしましょうって絶対来るんで。ということはもう売る商品に困らないですよね。 売る商品に困らないし、まあ JV ですよね。だから物販でもいけるだろうし、まあそのコンテンツ、だかるヒカルくんはもうやんないと思いますけど、例えば僕が YouTube で成功したあ、まあ情報商材いやまあでき、多分今後の動きとしては、えー、本ですね、出版ですね。ヒカルくんの本。もう出してんのかなわかんないですけど、まあヒカルくんの本、まあ情報商材。<laughs> あ僕がその、なんだ、YouTube で成功したあ秘密みたいな。 あベターですけどまあそういう形の本を出したらその情報商材本はめちゃめちゃ売れるだろうしめっちゃ売れると思いますねうんだから本も情報商材も売れるし物販も売れるしっていうじゃあその今最強の状態になったのはもう <laughs> 無双状態になった理由としてはお金を、えー、なんだ、えー、なんだ攻めるお金を攻めるという守りじゃなくて攻めで使ったってことですねうん そうまあまあまあ、これは本当ね、お金の勉強をね、やっぱいっぱいしゃべしお、お金の勉強をしないということはですよ、僕はあ,のありがたかったことが、この情報商材を通して、もうずっとお金なんですよ、<laughs> とにかく金ですよね。もう、多分ね、金について僕、相当向き合ってきたと思うんですよで、お客さんの悩みも金でじゃないですか、お客さんの悩みも金で、で僕が売ってるのも金じゃないですか。 金にまつわるエトセトラですけども、だ15年間ぐらいずっとお金に対してこう考えてきたので、かなりこれ良かったなと思います。まあ別にお金がない世界で住むんだったら別にお金のこと考えなくていいと思うんですけど、絶対お金のある世界で生きてい行かないといけないじゃないですか、家賃も払わないといけないし、水道をひねったら水道代でかかるし、電気つけたら電気代かかるし、動画がいてもお金の呪縛からは抜けられないんですよ、これ。 今後わかんないですよ。今後10年後、100年後はわかんないですよ。お金というのがどうなるのか変化していくのかわからないですけども、今現状として、じゃあ今日とかね、明日とか1年後、1年以内とかは絶対金、金がなく世の中からなくなりますみたいなね。為替がなくなりますとかね。絶対なくないですか <laughs> 株なくなります、為替なくなりますとかね。なくないですかないですよ。 僕はそういうふうに予測しています。ただ、ある一定の人はね、いや、世の中からお金は消えます、みたいなね。<laughs> 為替変動とかなくなりますとかね。金融商品なくなりますわね。思ってる人がいるのか分かんないですけど、僕は、自分が生きてる許容範囲の中では、お金っていうのは流通するだろうし、その中で僕たちは生きていかないといけないと。じゃあ、お金に対して考えないといけないよね、と、真剣に。うん。 そこがね、結構ね、お金からね、お金必要なんだけど、お金に対して勉強、なんかそこから逃げるというか、お金はなんかちょっとの、その、な禁断の果実みたいなね。いやいや、禁断の果実じゃなくて、現実の果実だよっていう。ね。なんかお金ってその禁断の果実、なんかさ、なんかちょっと触りづらいみたい。いや、現実の果実だと。現実のアッポルだと。<laughs> そう、アップルですよ。現実の、現実のリンゴですよ。 まあちょっと都市伝説になりますけどね。まあなぜなぜアップルがリンゴだったのかっていうね。そう。これなぜリンゴにしたのかっていうね。これ興味深いんですけどね。なんでリンゴのマークにしたんだろうってね。そう、リンゴにはいろんな意味深があるんで、まあいいや。で、リンゴ、日本で言うとリンゴって青森じゃないですか。で、青森も結構意味深なんですよ。<laughs> まあいいや。 はいということで、えーまあ、お金について、ね、勉強するべきですし、えー、セールスはガンガンして、売れる人間になれと。売れる人間にならないといけないし、ね、なんだ。だ良いと思った商品。だから情報商材が、やっぱりその詐欺みたいな風潮になったのが、要は嘘を売ってるわけですよ。ね。そのな,んかあなんかね、まあ、今本当に僕見てないんで分かんないですけど、ひどかったですからね。 いや、それ、ないやろ、みたいな <laughs> なんかもう役者が出てるわけですよ、役者がね。何も稼何もやってない人が役者で出て、台本読んで、稼ぎました、みたいに言ってるわけじゃないですか。それはないだろう、みたいな。それは、まあ、情報商材詐欺って言われるよね、みたいな。だから、ちゃんとしたものを、ちゃんとやってるものをちゃんと届ければいいだけじゃないですか。単純にそれだけですよ。ちゃんとやってるものをちゃんと届ければいいだけなんで、売ってあげるっていう。うん。 そうだから僕は、まあ、あの全部情報商材というかなみ情報じゃないですか今もじゃあみんな見てる情報ってコロナだしコロナ見てるだろうしねそうみんな情報社会で生きてるし情報を見てるし無料で見るのか有料で見るのかって話じゃないですか,かネットフリックスとかアマゾンプライムとかなんだ,なんだうーんフールこれも情報じゃないですかビデオ情報とか映像情報ですよね そうまあそのパソコンを通してなのかテレビを通して情報を見てるわけですよね映像という情報をまあだからもうぶっちゃけ全部情報だと思うんですけどねうんまあいいや、はい、とりあえずセールスねしましょう、はい、ということで一応今アップしてるのであ終わったホワイトベア終わりましたね、はい、ホワイトベアの終わりましたセールスビデオ、はい、決済完了したらあのメールください あの二つのセールスビデオ、特別に送りますよ。はい、では決済いってらっしゃい。